さあ今回はキルアミニオンラッツというね、おびただしい数のネズミから村を守っていくローグライクな村づくりかつアクション要素もちょっとあって、命令するんで RTS 的な要素もあるっていうね、ゲーム遊んでいきます。でまあ最初ネズミに襲われたんだ、俺は復讐の悩みだみたいなストーリーがあるんですけど、まあネズミの王みたいなやつがいて、そいつがねこう攻めてくるので、それを守ろうっていう村を作る感じで、左下にミニマップがあるので、まあ、真ん中ら辺に作っとけばいいかなと。はい、でまずは、これカードを引くみたいな感じで、その、まあ、建物ですね。これを今選んでます。なんでローグライクですね。毎回変わるので。で例えばね、蛇であれば毒を発射して戦う防衛の設備です。でバッファローであれば食料やお金を獲得でき、味方を強くする内政的な建物。村人を指揮して戦うので、村人が強いっていうのは利点ですね。で、ネズミも、ネズミ的なんですけどね。ネズミレンジャーということができる。わ、気になるなぁ。まあ、シンプルにちょっとここはヘビーにしようかな。守備力。で、村人が3人います。まずここ、ビレッジベルっていうのを最初ね、置きまして、ここが村の起点になって、で、結構ここを目指してくるので、ここを守っていきようと。で、最大人口プラス3で、ボーダー拡張、村の範囲の拡張。で、食料を生み出してくれる。で、右上にあるのが今置けるもので、変えれるんですけど、まあ、これ全部、まあ、置けるものは置けますね。だから資源も使うので、置けないのもあるんですけど、まあ、全部置けるでしょう。で、最終キャンプは、木がいるね。で、このゲームにおける住居は、まあ、この人口フェルで、ボーダー拡張なんで、端っこに置いて、こう、広げるように使います。で、お金も生み出して、で、家がね、防衛設備的に戦ってもくれるので、ここは結構重要なポイントですかね。どうしよっかな。上行くか。はい。で、このキャンプはここでいいですかね。で、最後、スネーク。敵がどっから来るか分かんないっていうので、で、ここ一応もうできてまして、上一応防げるかなと。下かな。ここで、かわいいね。持ってもらって、で、これターン終了です。今、カード使い果たしてやること終わったので、で、このラリーポイントっていうので、こう、指揮できるんで、この子たちが、こう、村をね、行き来して、敵と戦っていく。で、1人はもうね、ここで働いてるので、人口を増やしていかないといけないですね。で、右下4ターン後、行きます。で、こちらですね、村の強化か、新しい建物もあります。まあ、どれかを得ようと。お金を獲得するのか、木材か。でもダメージですね。戦闘始まるとそれ以外の水につき HP が上がる。水ここにありますよ。まず他からいきます。木こりですね。ここでいいかな。で住居はちょっとじゃあ、どこに置こうかな。右下から来るんであればそっちが欲しいですけど、まあ、ここかな。で、知識、これ左上の知識ですね。これ村のアップグレードに使うものなんですけど、これをプラス2。元々の場所から1個あるので、これでプラス3いくよと。だ2ターン後には行くで、青いキノコじゃあ、水ね。これ水じゃないのこれ。とりあえずじゃあ右下に置きますか。ここら辺可愛らしいですね。で食料いっぱいですね。ストレージがいっぱいなので、人口増えても大丈夫。あ、近い、右上近い。さあ、これが敵のネズミの王で、このベルを壊しに来ると。赤いキノコ。日ごとに。釣り、水が増えるんじゃない？水が増えましたね。これでキノコが強化される。で、また住居。で、住居は木を使うので、もう、てかあとカードもないから住居だけですね、このターンは。右から結構来るな。ここかな。あえて近づける。いやでも、こっちかな。あんま広がらんか。で、終わりです。住民ちょっと増えてきましたね。食料大丈夫だね。うん。あ、右下、さらに増えた。さあ、リソース。ビレッジャー、村人ごとに食料と幸福度。まあ、これは1回だけですね。さあ、お金を使って村の強化。これでレベル上がって最大リソースレジが増える、住居が増やせる。で、種が増えると。まあ、これかな。さあ、村のレベルアップ。こんだけ上がりますよと。まあ、これはないとね。で、じゃあみんなね、働いてる子はこうやって動いてます。まあ、ターン制なんで、見てても何か起こるわけじゃないですけどね。発展がターンで戦闘がリアルタイムっぽいんですよね。9人の村人と3つの木材が必要。木材ないね。でもあと2ターンしかない。木材に、お金と木材。お金。うさぎ。村人が回避する確率が 10% 増加する。で、回避するために攻撃者にダメージも与える。剣士。うさぎかな。もこもこうさぎが1人できるだけかな。あ、隣接するか。剣士かな。食料プラスはな。食料。プラス7でマイナス6か。ちょっと欲しいですね。いや、戦力がいないとでもダメでしょ。さあ、もし冬まで持ちこたえたらみんなを解放するぞということで、冬まで耐える。そんなゲームですね。さあ、で、剣士。右からとにかく来るんで、ここかな。で、1人、ああ、来ましたね。あ、で、家はでもお金も木も足りない。住人はこれでいっぱいで、じゃあ右上行っといてもらうか。で、戦いは基本的に自動的に攻撃するんで、あ、で、来ました。バトルパワー。何取るか重要ですね。ファイアボール。6秒ごとに1から5ダメージのファイアボール。で、レベルごとに攻撃速度が上がります。これ、爆発性ポーション。爆発系のダメージ。メテオストーン。クールダウンが6秒、5秒、8秒。ただし、これ、減るみたいと。メテオかな。うわぁ、来ますね。もう戦ってる。いやー、いけいけ、頑張れ。メテオは自動的に出るんだもんね。さあ、特殊技。ドーン。こっちもいけ。いけるいけるいける。ナイスナイスナイス。メテオだったのかな。さあ、センターアップグレード。3戦あるので、ここで何取るかですね。食料プラス1。インスパイアリーダー。インスパイアって強化ですね。こっちかいな、いきなり。頑張れ、村人頑張れ。で、こっちこっち。メテオ長いっすね、8秒。これがどんだけ短くなるか。で、次が最後か。魔法のボルトで小さなネズミを倒すと、近くの小さなネズミにも 25% の確率でダメージを与える。ウォーホーン。幸福度プラス。村人回復。インスピレーション。木材。あ、木材欲しいね。これにしよう。建物もまあ、食らってはないと思いますけど。頑張れ。みんなの体力でも大丈夫そうだね。あれもできない。強いやつもいそう。頑張ってキノコ。家じゃない、木こりのところが。キノコ頑張れよし、被害はキノコがボロボロになったくらいですね。ああ、いやー、もうちょっとこっちらへんかな。マウスレンジャー、戦闘中にフォレストレンジャーを召喚できるようになりますと。ラトリングを召喚できる。何それ、マウスレンジャーかな。ここですかね。雇用マウスレンジャー。あ、そっち、ああ、そういうことか。召喚できる。で、木が足りないですね。あれ直されてますね。あれ上、ああ、で、これでまた変わるわけだ。村人のベラ、今日ごとに木材をプラス1生産。これかな。食料今、両方接してます。これ、家増やすとマイナスになっちゃいますね。なんか、食料系なんとかしないと。家でも前線だからいいかな。どうしよう、下。ここ置くよし。もうおとりみたいになってますけど。食料生産を増やさないと。あ、お金足んない、お金足んない。これ、プラス8、プラス8。で、足りない。まあ、これ待つだけですね。両方上か、次。これ置いといて。食料維持される。うわ、1点突破してこようとしてる。さあ、バードパス、池に隣接で水と石の種、巨大などんぐり、ツリーガーデンを召喚できる。カーブガーデン、採取キャンプは今や3日ごとにプラス1シードを生産する。直ちに追加の採取キャンプを建設できる。ああ、いやー、まあなんとかなってるし、これかな。巨大どんぐり。巨大どんぐり、木の横ね。右下にするか。あ、ここにしよう、ここに。いや、右下にしようか。左とかバチ弱いですけど、大丈夫ですか何にもないですけど。どっから来るかな。あー、ナイスナイスナイス。おとりどんぐりが。さあ、交易上村人1人必要で、コインごとに1パナかけて1コイン獲得。あ、だ 27% ね。で、1日1回食料2か木材の1、どちらか少ない方を獲得。まあ9兵も欲しいけど、これかな。ちょっと内政系が貧弱すぎる。砂漠に隣接か、ちなみに。砂漠って、あ、でもないっすね。砂漠がない。限定がだいぶ。砂漠ちょっと探してみるか。あ、こういうことでしょ。これとかだよね。だいぶ先だね。こことかか。あー。ちょっと置ける場所ないですね。これちなみに何なんだろう。石か、単純に。さあ、戦うよ。で、技ですか。トニー・バインズ。敵を遅くする。ちょっと短い系がいいですかね。これかな。さあ、防衛せよ。やばいやばいやばい。ごめん、もうちょい前出ろ。下。さあ、森のレンジャー。1レベルごとに1人の森のレンジャーを召喚する。これレベルが上がっていくんですかね。いけ。森のレンジャー。あそこね。いけ。よし頑張れ。結構入り込んでくるよ、敵が。さあ弓飛んでくるね。オッケー。ツリーガーディアン。村を守るためにツリーガーディアン召喚。これさ、ここを上にしよう。ここを守るようにしよう。うわ、いいねいいね。俺守る森を。ネズミどもを侵入させるな。あいつ強いぞ、あいつ。よし。乱戦すぎる。やばい。なんか、だいぶ入ってました、今。これ修理もいるね。勝った。きつ。だいぶきついよ。すべてのキノコが強化される。この寺現在住居とみなされる。ボーダー拡張。ちょっと欲しいですね。キイチか。これでさ、いけないかな。足りない。ここまでしても足りない。あとお金ね。守っていくかな。さあ、種植える。食料が足りないので、まあこれかな。サイエンスクールでプラス2で家増やせるけど、まだと。この辺サクサクだね。わあ、近いね。やだね、とにかく。3日ごとに1オーター1ファイヤー。これを使ってなんかできるんだもんね。木製の家具、木材を使う。すべての住居1日にプラス1コイン。いいですね。これかな。建物は増えず。でも家がいけますと。久々の。こんなとこ。こんなとこいていいのかな。でもこれ足りないですね。左下ね。赤いキノコ。すべての村人は永久に最大 HP がプラス1。税収。税収かな。で、作る。で、食料。よし。あと防衛系ですかね、次は。左上。囲ってくるね。すべての住居の HP アップか。村人回復、今そんな食らってんのかな。まあ、幸福度。いや、住居でしょ。前線にあるもんね、基本は。食料不足。食料不足か。まあ確かに減りはしますね。減りはするけど別に不足ではないかな。これレベル上がるってことね。まだ早くないこれ真ん中。修理早くないですか。こっち上げてみようかな。さあ、めっちゃどうしよう。真ん中に置くべきなのか。真ん中にしようか。ちょっと範囲が広すぎる。特別ブースト。特別な攻撃は現在5秒ごとに発動。右クリックのやつね。弱いネズミ。これかな。ちょっと多いから。うわっ。よしよしよし。じゃ一発もぶち当てに行こう。次真ん中任せるよ。割と前線でちょっと迎撃して。ヘビーでも強そうだね。あ、乱戦乱戦。よし、おお危ない。ツリーガーデン来ました。これを左下かな。あ、硬いのいる。オッケー。あ、釣りがね、めっちゃ前出てます。左下ミニマップでわかるよ。この辺すごい前ですよね。わあやばい、左上が。以外で死んだのかな。いやいるねめっちゃ頑張ってる。ナイス。お、なんだこれ。食料とシード。特殊部隊が村に進行始める。うわ、最後来るね。もう最後防衛だけ考えようかな。村人は4人余ってんだよね。多分そうだね。兵士4人兵士にできるよね、そうやって考えると。食料はちなみにこれで、あ、ネズミ砲兵。砲兵いきます。各村のレベルごとに食料プラスレンジャー。ビレッジベルで1人のレンジャー召喚。いや、これでしょ。右上から砲兵ね。右下近いイタチ。あ、近くないか。そうでもなかった。ダメ、もう武器です、武器。砲兵に対してキノコ。こうしかない、こうしかない。お金はたまんないかな。あ、たまるか。ギリで使うのよくないよね。何も選べなくなっちゃうかな。癒して。各エブ開始時回復。食料はまあいけますから、これかな。家はじゃあもう無理ですね。ここでいいかな。ここにするか。めっちゃここについてるけど。で、食料はここでマイナスになるけど、まあ大丈夫なはず。右上。あー、右下、毒蜘蛛。イタチ毒蜘蛛。食料、シード。まあ、木いっぱいだし。水食料いいかな。ネズミ砲兵ね。どんなんが来るんだろう。お初すぎるよ。さあ、行きましょう。これ、レベル3。イタチをすぐ倒せ。はい。ネズミ砲兵とはあいつか。あ、やってる。森のレンジャー。こちらに。あれレンジャーかな。前出過ぎじゃない？ちょっとあれまだいますね。もっと後ろからでいいんだけどね。あやばいやばいやばい、危ねえ。ちょっと攻撃されてますビルが。もうちょい下がれ、もうちょい。これやられてる、もしかしてここ。移動、リロールしましょう。さあ、ツリーガーディアン。これさ、まあ、ここでいいか。よいしょ。真ん中回れ、真ん中を。よし、いいよ。いや、村人結構食らってるね。ここ回復した方がいいかな。癒していてもこんだけ食らってると。でも勝った勝った。あ、民兵剣士ダメージアップ。マジックボルトが青い炎を 15% で生み出す。普通の攻撃ではね、マジックボルトって。で、夏。あ、このダメージアップ。で、夏になりまして、さあ、春は食料がプラス5、つまりここから内政は一気に苦しくなると。さあ、だいぶ苦しいですね。だから置けるけど置かない方がいいかな、こうなると。